皆さんこんにちは、ラージアクティブスタジオインストラクターのりかこです。そして皆さんはじめまして。コラボアイテム作らせていただきました、いぶきれいと申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。ゆうきさんは普段女優さんをされていらっしゃる、いろんなね、いろんなことされてると私は思うんですけども、なんか割とモデルとかタレントみたいな活動が多いですかね。 あとはまあスポーツやったり旅したりっていう感じですね、はいはい、アクティブっていうイメージももちろんあったんですけど、はい、会うとよりアクティブ感がなんか内側からパーンって弾けるような出てます。はい、出てます。なのでりかこさんも出てますよ。本当ですか、はい、嬉しい。逆に、はい、ありがとうございます。2人で弾けていきましょう。はい、今日は、いぶきさんと一緒に走ってちょっとこう気分爽快になって楽しむという企画になってますので、はい、ぜひちょっと一緒にやっていただければなと思ってます。はい、はい、楽しみです。はい、お願いします、はい、ちょっとまず走る前に気分を上げたいなと思ってて、はい、いぶきさんもう完成してらっしゃるこの感じ、かわいい。今回ナージーといぶきさんのコラボなんですけど、いぶきさん的にこう推しポイントみたいなありますか？推しポイントですね、前回こういうウィンドブレーカーかなーーとか、あとスパッツとか T シャツとか作ったんですけど、はいはい、また新たにロンティーとこの今着てるワンピースタイプのも作ったので、はいはい、ランニングだけじゃなくてランニングに行くまでの工程も楽しめるというか、ちょっとおしゃれっぽく行って気分上げてスポーツができるかなっていうのにこだわったので、今日はぴったりじゃないですか。そうですね、そうなんですよ。でそう、嬉しい。だからランもランニングだけじゃなくて、はい、お茶したりとか、なんかインスタで景色のいいところで撮るとか、そう、なんかそういう楽しみ方もいっぱいあるので、それに映えるような服になっているのではないかと思います。楽しみです。ぜひ私もちょっと今日いぶきさんにコーディネートを組んでいただきたいなと思うんですけど、そうですね、いいですか？やっぱりね、今黄色を着てらっしゃってちょっと、ね、顔映える感じが合うと思うので、はいはいはい、やっぱこれ着てもらったらいいかなと思ってて、これ何色っていうんですかね、これライム色グリーンみたいな感じですかね。かわいい、ライムグリーンってあんまりない色ですよ ね、ないですよ。そう、あとね、インナー選んでもらって、はい、これね、後ろがこういいですよね、背中が開いてるんですよね。これがなんか走ってる時にちょっと肩甲骨とか見えて、確かに確かに、チラッとチラ見せするんです。そうなんですよ、ヘルシーなチラ見せめっちゃいいですよね、うんうんうん、そう、なんか見せすぎずっていうところにこだわりました。ちょっと女性らしさ、そうそうそう、だからこれちょっと着てほしいなと思います。ありがとうございます。 あとそうですね、スパッツはこれは定番の前回も出したスパッツなんですけど、はい、もうこだわり詰まりすぎてもう全てがこだわりなんですけど、後ろがこうメッシュになってて汗が溜まりにくかったりとか、うんうんうん、あとちょっとハイウエストになってるんですよ、はいはいはい、だからすごくスタイルアップして見えるし、ラインも入れてるのでね、まっすぐ見た時からさ、はい、キュッとね、ちょっと足長効果もありますよね、うん、見えるので、あとはちょっとこうかかととかですね、くるぶしとかがこうなんか擦れないように、うんうんうん、こうやってちょっと開けたり、はいはいはい、メッシュでここがすごいね、特徴的な気がして、そう、膝は結構やっぱ汗かくんですよ、だからここメッシュなのがすごく走りやすいかと、うんうんうん、ランをするいぶきさんだからこその、ね、うん、思いが詰まった一つになっていると思って嬉しいです。ありがとうございます。ちょっと着てみます。はい、じゃーん。ちょっと慣れてない感じ。着替えてきました。かわいい、ありがとうございます。いや、すごいかわいい、なんかすごい似合ってて嬉しいです。本当ですか、うん、顔が生えてますね、嬉しい、うん、かわいい、似合ってる似合ってる、走れそうな雰囲気ですね。そうですね。でこの T シャツがね、横がちょっとメッシュになってて、うんうんうん、後ろがちょっと長くなってて、お尻がこうすっぽり隠れるサイズなんですけど、うんうん、走るとちょっとこうひらひらっと腰まで見えたりするのが可愛いポイントです。よし、ちょっとテンションが上がったので、はい、このまま楽しいランに、うん、はい、行ってきます。イエイ、お外にやってきました。はい、これから走っていきたいと思います、うん、今日は明治神宮外苑の外周を走りたいと思います、はい、ラン初心者なんですけど、いぶきさんにちょっと楽しみ方を教わりながら。そうですね、はい、でもね、いい天気だからもうそれだけで気持ちいいかもしれない ね、うん、ちょっと歩いてきたんですけどすごい気持ちよかった、うん、ね、そうですね、今日は走ってちょっとおしゃべりをして、うん、まあたまに歩きながら、うん、そうですね、ゆるく、ゆるくランということで、はい、すごい楽しみにしております。
いやなんか思ったよりランナーが多いですね。はい、もうめちゃめちゃ走ってます、うん、後ろからも前からも、ね、来る感じで、なんか女性が多いのも嬉しいです ね。そうですね、走りやすい、うん、めちゃくちゃ、うん、普段のいぶきさんは走るとき、うん、何考えるんですか。いやそうそうそう、それね私も言われますし、そうですよね、私も走るってなかったときによく思ってたんですけど、そうなんですね、なんだろうな、考えないようにしてても、はいはいはい、なんか普段思ってることとかがどんどん出てきて、逆に整理してる感じかな。すごい、なんかちょっと瞑想っぽいイメージ。そうかも。だからランニング終わった後とかすっきりしてるんですよね、うんうん、よく聞きます、うん、なんかヨガのすごい先生が言ってたんですけど、うん、一つのことをすることが瞑想なんだよみたいな。今ってマルチじゃないですか、何でも。確かに何でもご飯食べながらテレビ見てみたいな、うんうん、そうじゃなくてご飯を食べるだけ、うん、それをするだけでも瞑想なんだよみたいな、うん、あ話もあって、一つのことに集中する、そうです、それが瞑想っていう人もいるんで、うん、確かになんかすごいいいですよね。なんか気づいたら2個ぐらい並走してやっちゃってますもんね。やっちゃってます、携帯いじったり。そうそう、当たり前なんですって今の時代。あ確かに、そうなったらランニングもそうですね。え、そうですよ、うんうんうん、だからその、ね、整理されてるっていうのがすごい、うんうん、なんか今スッと入ってきました。あ素敵、私もなんか今紐解けましたそういうことかと感覚でもう分かってた、うん、そう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 、へえ面白いね。ちょっと温まってきた。逆に温まっちゃえばこういう気候の方が走りやすかったりしますね。しますね、うん、大事なのは家から出るまでなんですよ。それめっちゃ分かります。何でもそうですよね、ジムでも。そう、運動って、うん、そのモチベーションというか、うん、どういったそれに行くための準備をするんですか、うん、いや私はだからもうウェアが大事なんですよね。あ、そっか、そう確かに確かに。だからウェアさえ着ちゃえばこっちの勝ちでもう着たら行くじゃないですか確かに、行けるかどうかっていうのはやっぱ着たいウェアがあるかとか、うんうんうん、着心地がいいのがあるかとか、はいはいはい、そういうのが大事ですね。うんうんうん、確かにそうですよね、うん、やっぱ気分が一個上がるものが、そう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 、あるといいですよね。走り出しちゃえばもう最初嫌だなと思ってても楽しくなってくるじゃないですか。なってきます。そう、なんか辛さとかは全然なくないですか。ない。見てー。これはこれは国立競技場じゃないですか。え、ちょっとなんか写真撮ってきましょうよ。え、行きましょう行きましょう。え、でもいぶきさんも本当超アクティブにされてる中で運動しない日は、はい、ない。ない。え、すごい。歩くだけとか、そうちょっと走るだけとかも入れたら、だいたいそうですね。すごい。毎日運動するっていうのは、うん、習慣になったんですか？習慣にした。なんだろうな。なんか運動をやってる自分が多分好きなんでしょうね。あ、バレーボール歴20年。20年。本当すごいですよね。気づいたら20年。気持ちいいわ。気持ちいい。もうそろそろ、しかも一周じゃないですか。そうですよ、あっという間だよね、話してると。やばい、本当に早いね。このぐらいから始めるのもありだよね。はい、気持ちいい、うん、本当に私は走るのがちょっと楽しいと思います。今日嬉しい。いぶきさんとランするからですよ。いや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 、やっぱね、なんかランって早く走る必要ないからね。やったー、やったー、ゴールー、ゴールー。本当に楽しかった。めちゃめちゃ喋ってなんか逆に走ります、もうガチで走りますっていうのは、うん、ちょっと無理だったので、うんうん、そうじゃない走り方と、うん、そして可愛いウェアが着れて、うん、しかもシミラールックっていうね、色違い、めちゃ嬉しい素敵な経験をありがとうございます。いや楽しかったです、ね、私も、ね、ちょっとこれから、うん、まあ、年末ということで、うん、あの近くに神社があるので、うん、そこにいぶきさんとお参りをしに行きたいと思います、ね、1年のありがとうございましたを、ね、行ってみましょう。では今からお参りをしたいと思います。青山熊野神社にやってきました。素敵だね。で都会の中に静かな感じがあってめっちゃいい。なんかこの光が差してる感じもすごい素敵、ね、綺麗ですよね。お素敵。じゃあ行きます
ました。ありがとうございました。ちょうどここからさ見てちょっと光が差してて本当だ、なんかちょっとジブリっぽい確かにね、やっぱいいですね神社ね。心が現れたわ、うん、いい経験になりました、ね、では今日はもういぶきさんと、ね、朝から選んでいただいて、はい、そして走って気分爽快になって最後こう年末ということでお参りをさせていただきました、うん、一年の流れで本当に楽しかったです。私も楽しかったです。ありがとうございます、楽しかったね。気分もなんか上がりましたね。とにかく喋りまくってでしかも最後こう急にこうなんか清らかな、ね、うん、感じになって、うん、すごいいい一年ね、うん、ね、一年に感謝できましたね締めくくりができたなって思います、うん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。またどうぞ引き続きよろしくお願いします、はい、今度は空手、空手を教わりたいですね。やりましょう、うん、ぜひ。結構いい気ですよぜひお願いします。ぜひやりましょう、はいはい、では皆さんまた、チャンネル登録お願いします。